1996年に浸水されたヤンマーアラシオ DE37 です。年式の割にすごく綺麗ですね。デッキの上はすごく頑丈です。作業がしやすいフラットなタイプになってますね。アンカーウィンチも動作 OK。 全体的に傷み箇所が少なくて塗装面も綺麗で光沢がありますね。ここにはステンレスのレールがついてますね。ガンネルにはへこみや曲がりがありますけど、まあ、そんな大したことはないです。ビス穴の跡があったりしますが、うまく補修がされています。以前右舷側で巻き上げ機を操っていましたので、右舷側が左舷に比べて低くなっています。こちらが左舷側、こっちの方が高さがあるんですよね。サイドデッキの横幅が広いんですよ。60センチあります。そして高さは70センチ。これだけあれば余裕で竿が出せますね。いけすを見てみましょう。この塗っているのは柿渋なんですよ。そしてここがね、つながってますね。こっちとこっちとですね。このシーアンカーは付随しません。こっちは塗ってないですね。でここもつながってます。こちらもね、いけすです。ちょっとね、ここをね、狭くしてるんですね。ここもシーアンカーは取り外しますので、ハッチもすごい重いです。頑丈です。ここはね、ここは物入れです。私物は片付けますから。でここから一段上がりまして、ここはね、氷間です。今ね、ロープが入ってますけど、氷間として使えます。窓の視界は OK です。回転窓も作動します。ここもね、ガラスなんですよ。ですから視界もいいですよ。これはヒューガルポンプ、もちろん使えます。ホースはね、倉庫に保管されてますからお付けされます。ブリッジ周りも年式の周りにはすごく綺麗ですよね。公開と両色と問題なく点灯します。アフトデッキも作業がしやすいフラットなタイプです。ノンスリップのね、あのヘリはありますけれど、表面はすごく頑丈な作りです。この2つとこれは物入れですね。法定備品、ここがいけすです。鍛冶室となっております。スパンカーとオーニングはしっかりしていますよ。昨年の台風の後に流木に当ててしまってね、火事を全部やり替えられたそうです。ですから綺麗ですよね。ペラは修正されたそうです。扉は新品に交換されて間もないので綺麗ですね。コックピットは清潔に使用されています。この椅子はパタンと倒れるようになってます。ここからもエンジンルームにアクセスできます。レーダーとオートパイロット、マロール CB18、 そして3連リモコンがセットされています。あと GPS と魚探だけ揃えていただければ、すぐに遊漁船もできますよね。エンジンをかけてみましょう。エンジンはヤンマー 6CA の ET、 最大馬力360馬力がセットされています。巡航速度は約20ノット、最高は約25、6ノットは出るそうです。燃料タンクは約400リッター入るそうです。こまめにオイルやフィルターなどの消耗品は交換されているようですので、調子はグッドだそうです。